大事な大事なダイスロール始まりますかねアクションいやダイスロールはもう終わってるのかな終わってそうですかねどうでしょうか、はい、どっちが先行かは,ーいはいはいダイスロールこれからこれからはいということでよろしくお願いしますとお二人目を見合わせましたそれでは先行こ,うこ,うこのここここものすごく大事な <laughs> ダイスロール勝率20%変わると言ってもいい 7, 7平均値カ <laughs> りリしス <laughs> 12<おー> <laughs> これは嬉しいでしょうねさあ川北志郎まずは、はい、素晴らしい立ち上がりを見せられるかどうかというところなんですが、はい、マリガン悩まずマリガンですねランドなかったですね、うん、はい。まあやっぱりお互いしぎれのシャーマンデッキなので、うん、その先手後手でしぎれのシャーマン後手は熟で終わなきゃいけないんですけど先手は至急のシャーマンが生き残ったらそのままアドバンテージにつながるので そここの差が一番大きいということとうですよね、はい、1段目のフェッチもねまずは有効活用されるっていうところもあってジャンプアップが本当に大きいっていうことですねそうですね、はいまあもみ。もみ消し型序盤強いんですけど当然後半トップでキして弱いカードなので後半までいかに生き延びるかがこののゲームの焦点だと思います、うん、なるほどさあそういう意味でも同じようなカードそして同じような構成。 もう一部あるんですが大きなデッキの差分というところがどう響いてくるかというところがこの対決見どころだと思いますこの有田さんがねこの四色レオボルドほとんど悩まず決めたと、はい、アントで抜けたんですけどアントは挑戦者あ、えー、神決定戦では絶対に使わないともう決めていたと、うんまあ、対策されやすいところもありますからね、うん そういったところもあってこのレオボルト、まあ、フィーリングの部分も大きかったんですが、はい、そのデッキパワーっていうところはますね,そうですね、はい、4色レオボルトはあんま4色ゆえ、うん、どのカードにも対処できますしものすごく不利っていうマッチアップがそこまでないんですよねなるほど、はい、そういったところも踏まえてのデッキ選択となっておりますそして河北史郎はやはり自分らしさ王道で締めたいというところに注目しましたね これもみ消しはちらっと見えました土地もありそうです土地,土地3だとちょっと多いですねデルバーにしてはこれがこれもみ消しはまるパターンですね、えー、これこれ,これが有田さんの手札ですね、はい、ポンダポンダブレインストームブレインストームこれもみ消し見事にはまったらちょっと川北さんの手札が見えてないですね、はい、すいません川北さんの手札もう一度見せていただけますでしょうかありますねもみ消し しかし定石でいったらデルバーから出しますからね、うん、これスクライでデルバーが変身するか決められるという<ー>、はい、マリガン語なんですけどなるほどなるほど、はい、先行ならではですね悩んでますね多分インスタントかソーサリーじゃないのかな、うん、クリーチャーだから悩むとかですかねはい、はい、こ,このままですね さあ土地が三枚に出る場普通は出します、はい、<laughs> さあお互いのデッキがここで分かるところですねファーストドローはアンダーグラウンド C し,し,、はい、しかし、まあ、プッシュから入りそうですねあれシアンからネイズ食らいたくないとかそういう考えかな この選択実は細かいようにに見えて非常に大きいです、ね、はい、はいはい、今フェッチランドから入った方がまあフェッチで基本地形からプッシュの方がうん、うん、マナを確保できてよかったんじゃないかないこれがデルバースタートしてるからもうそこにヒントがあるってことですよね。えー、っと変身しないでなるほど何を置いたかというと。 何かねなんか青いカードには違いないんですがあ違うあねネメシスですねはい真の宿敵ですねまあこれ確かにトップにしそうですねおボルか持ってるああトップなるほどはいもみ消しされない土地を先にここはブッシュからですかねおそらくデイズを食らわないブッシュを打ってはい 致命的な人押し、はい、これによってデルバー退場とで、このボンダーは、まあこれはデイズされてもいいのでっていう、うん、ああ、もらいそうですね、結構いいトップですフォーソーウィルを引いていますあと毒の濁流もあるので、はい、まあも悩まず引いてしまいそう,う,んうん、うん、さあここまでの応酬では なんとなくレオボルトを使う有田の方がリードしそうな雰囲気、ねはい、確かにもう今序盤の土地はめパターンをもう過ぎ去りましたからね回避しましたね、はい、フェッチランドをもみ消しされなかったのは非常に大きいですさあ山のように高く積まれた河北のデッキをシャッフルします もう出てるデュアルランド同じなんですけど違いますからね, <laughs> ねお値段10倍くらい、ね、はい <laughs> カードのコレクター的なところも川北は徹底しています敵もホイールばっかりですからねホイールとベータ、まあちょっと真ん中フラットしてますねこれはネメシス,スチャレンジはまあウィ,ウィルしますね こうなるともう手札がガケガス欠状態になりました。はい、川北城。これでデイズがないのもバレてしまったので、うん、まあもう遠慮なくガンガン動けますね。さあ大袋から。うんこれでお互いの自己紹介終了という感じですかね。かね川北さんとてもきつそうなリアクションしてましたね。<laughs> <laughs> 先ほど実はその選手の待合室で有田さんの前でねいやレオボルトはそんなグリックス・デルバーに有利じゃなかったわみたいな話していてはい、はい、場が凍りつくという、はい、<laughs> <laughs> ことがありましたが、はい、有田さんはそうなんですかっていうっっ、ね、と返してたたのがめっちゃ面白かったですねでも結構有田さんドキドキだったと思います。はい <laughs> 俺 4, 4 c オボールなんだかって心の中で思ってたと思います僕は思わず顔を背けました<笑>,<笑>,って笑いそうになっちゃった我々で消してましたからねそうなんですよね <laughs> さあ大袋が少しずつダメージをコツコツ稼いでいきます<あ>手札のアドバンテージさ、うん、まだ動かなくていいと思いますこうなるとかきた白ベーストーン このブレンスは強いですね、うん、本当に無駄牌を処理できるのでちょっとマナフラットしている状況だったというところもありますさすがにレガシーで最も強いカーです、うん、フェッチ1枚残して、はい、土地を2枚片付けていく いやーきついあおふ大袋出てくるだけでままず悶絶しますもんね、はい、ここに助教を打つのもきついですし、はい、か,とかといって、まあ、デルバーとかも止められちゃいますし、うん、このレガシーの一つの特徴として線が細いデッキがしっかり活躍できる環境ゆえにこういったアドバンテージ、はい、クリーチャー出てくるだけで一気に厳しくなるという。はい そういった側面もあります特に出るば合マナに集中しただけなので 1>,、はい、あの1対1交換を繰り返されていくとやっぱり1マナのカードでカードパワー、うん、そこまで高くないので、えー、さあそういった弱点もあります今上から安心持ってきましたけどこれはあんまり相手に与えない <laughs> 情報は与えない方がいいんじゃないかな。<laughs> はい 安心を持ってきたかったっていうただ唯一のところなんですけどそれでもデッッキをシャッフル、ね、そうですね,ですね上から持ってくると自分が土地を戻したのがバレるという、うんうん、ちょっとフラッド気味なのも分かるというはい手札が推察が、はい、ちょっと情報を与えるようなプレイになりました、ね、ここら辺のねその心理戦的な要素もやはりありますし少しでも情報を与えない方が いいですよね、うん、レガシーにはそこ細かいですよね、はいうん、細かいやり取りで相手の情報が分かるという、まあ、デイズの土地の戻し方とかははいいはい、はいはい、やはりそこの感度が求められる戦いではありますがそうは言ってもいつも通りプレーできないのがこの神決定戦、はい、まあポンダーでシャッフルしたとこですねはい、はい ここまで来るとドローがやはりもう弱く見えますねはい軽いカードばっかりなので引いて嬉しいカードはヤンパいくらいですかねうん、うん、おそらくブレインストーンも再び引き直しという形になりました、はい、まの、あ、エンドにブレイン打ってシャッフルしようとするがもみ消し食らうかなっていう 引いているカードも土地が見えないのでカロリー高めっていう感じですかね、はい、今攻めているので毒の濁流ちょっと手がかかっています今いらないですからね、うん、ブレイストーマー強すぎるゆえに使い方が難しいんです <laughs> <laughs> これシャッフルしないかシャッフルしないでそのまま引いちゃいそうです、ね、で思考は濃いからか、はい、もう非常にいいプレイ これなら揉み消しも食らわないですからねそしてドローが瞬小、はい、このままだと有田さんのベースですね、うん、この思考囲いは強いですねいいタイミング手札にブレインストーンもありますがそもそも思考囲いを防ぐことができないという状況です、はい ここでブレインを打つのも川木さん的にはちょっと厳しい今ブレインストーム渦巻く知識は2枚あるんですがこの思考囲いを解決しながらフェッチを揉み消すプランはもうないですね揉、はい、み消しは多分抜かれてしまう 唯一あるとすればブレインで揉み消しを引くぐらいしかないんですが、はい、そうなると揉み消しは無視されるというね、はい、そういったやり取りにもなります。こうやって見るともう序盤戦を抜けた先のレオボルトのこのグリクス・デルバに対する強さっていうのがもうちょっとにじみ出てますね。うすねはい、もう5ターン目過ぎちゃってるので、はいはい グリデル側も1対1交換しようにもカードの質が低くて、うん 1>, はい、1対2取れるカードは極端に少ないんですよね、はい、グ,リグリデル側が今回のデッキリストすでに公開されてるかと思いますが <laughs> もうこの中ではコラガンの命令ぐらいしかないそうですね,ですねコラガンの命令と若きグレン術師くらいでうん、うん、あとは全部1対1交換のカードなんですよ、はい、もちろん倒されにくさというところではアンコウがカードを稼げる可能性はあるんですが本当に可能性があるぐらいではい、はい はいこのマッチアップは済んでしまっているとしかもこのブレインも全然嬉しくないブレインでしたね、はい、うん何もいいカードは引けない先が進まないブレインですよね、はい、望みを託すためにブレインもみ消しこの2枚を下げていきましたまあデイズを見せることであえて相手の行動を制限しようという考えでしょうかね さあここでは稲妻、はい、でこれでしぎれいのシャーマン出して相手に対応を迫る形ですねおそらくここまでの有田さんのプレー見ていかがですかいやもう何も100点 <laughs> はい100点です <laughs> ねえ「あんと」しか使ってこなかったというお話も <laughs>、はい、本人もね本当に「あんと」しか使ってないんですっていう話をしていましたが。 そのアントで勝ち上がってくるということは相手のデッキに対する理解ももちろん必要ですよね。はい、そうですね。アントは特にあの相手の手札と会話するデッキなので、うん、全部読んだ上で仕掛けないといけない。うんうん、はい。相手の手札を読むす術は高いんだと思いますね。うん、あ、先にボンダ打った。でランド探してからランドを置いてからシゲデのシャマンですかね。うん、うん、そそのようです。まあデイズが食らわないマナイにしてから。うん いのシャー、はい、この繋がりの方がいいですね、はい、さあこのシぎレいのシャーマンフィニッシャーでありマナ加速でありそして延命のための手段しかしここに放送ビールを打ってしまうとすごくきつい状況になりますね <laughs> 川北さんがうお <laughs> 打つのか、うん、打たざるを得ないのかもうデイズはもうほ,ほとんど打てないと思っていいですねはい、はい これまでここまでなマナが伸びてしまっていますそして有田さんは手札にフォースオウィルと春章がありもう万人役、はい、に近い <laughs> いやこのデッキの根幹の強さというものがモロに見えているデ、はい、イズン残しましたね目黒星残しました、はい まだ相このジェイスを4マナフル,フルタップで出せたりしないために、はい、結局フォースウィールって1対2枚レソースを使うはい。はい、なのでもう一回打てばもうそれ以上は限界ということですね、はい、多分川木さんの考えでは3マナで行動した時に目くらまし打って相手がフェッチ起動したらそこにもみ消しを合わせるといったところですねあ来ましたね 最後の望みリリアナパッと出てきましたが青出してデイズデッキトップは渦巻く知識今引いたのが渦巻く知識で,ですかデッキトップが飲み消しですね、うん、そのために<青>あフェッチキドにスタックで浮いた青でブレインストーム。うん この動きがですねブレインストームを打つために手札も増やしましたしかし歩もあえっとまだ2枚戻してない2枚戻してないブレインストームで2枚戻して危ない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 になってあんになってしまうはいそれからのアクションですねはいはいそうですはいはいからのさあそれをでデイズにデイズかもみ消しかもみ消しにホースビルですね で、えー、っとフェッチ解決 1>, で1万を払うと結果2枚2枚の交換になりましたそうですねはいでリリアナが残るのでまあリ、うん、リアナがこの後アドバンテージを取っていきそうな河北さんの出来手ですと秘密を掘り下げるもの出れば若きグレーに出資、はい、まあここら辺は、ね、まずはもう機能しなくなったと、はい、よりトップが狭まりました もうかななり不利な、うん、赤マナを芝居ますが、はい、ちょっと焼け石に水感があり,ありますね。はい、うんこのドロー号をしてる感もミリ,リ,、ね、リ,リアナが育ち続けて <laughs> あとはもう義が見えるだけですね。はい デルバーでリアに触るカードはほとんどないはずなのでん、はい、稲妻くらいですねでも稲妻もう稲妻圏外なので、はい、今ヒム引きましたかねヒム引いたらもう盤弱ですねコラガンコマンドヒムはい、はい、コラックの参加というか <laughs>、はい、名前がつきましたリ,リアなプラスかな次お、はい、次オギですね あ、でも奥義一応もみ消しははでききさあままずは1本挑戦者とっていきますお互いの自己紹介4色レオボルト VS グリクス・デルバーというところはおおむねもう理解ができているということ前回の第9期レガシー新決定戦その逆さの状態となりました。<laughs> さあ、第2戦、スタートします。<ん>今回もかなり、ウエス、不毛の大地、ね、土地は潤沢、そしてしぎれがスタート。はい、まあ、これは悩まずキープしそうです。はい、まあ、ブレインもありますから、ね、ちょっとマナフラッド気味ですが、うん、まあ、ブレインがあるんで、大丈夫そうです。そして、開始が。しっかり致命的な、ひとし。はっている状態でのスタートとなります。ここ、はい、ですね。ここはい。ここ、目くらましをケアするかどうかなんですけど。うんうん、もう。 この手札だっっったらケアしないで行っちゃっても良さそうだ感はありますね、うん、まあフェッチの沼からでもいいですし目ましってケアできるからこそケアしすぎても良くないんですが、ねはい、まあ序盤で食らうならそんなに被害もないっていうそう,そうですねここで行った目に島戻せば、まあ、テンポを失うのでの土地一枚という、うんまあ、たとえしきれが出ててもっていうことですよね、はい あ、フェッチから行くか考えてますね。もみ消し見てますからね。確かにもみ消しされないタイミングといえばここです。そうですね。ここで沼からプッシュでも良さそうではありますね。うん、思考が濃い。なるほど。微妙なだただ、ブレイン抜かれるとあそうですね。確かにあブレイン抜かれると途端に反動弱くなりますね。うん、ここでま不、あ、毛されたとしても、そこまで痛手ではないですね。 は潤沢にあるオープニングハンドからスタートしています。はい、なるほどいやあ。いや、こうし、いい。いいプレイいいプレーかもしれない。で、ふもして。もうしぎれいでリードされることが分かったんで、手札を枯らしに行って、リードを広げさせないプレイになりましたかね。はい こちは依然として3枚さあここでフェッチからいくかアンシーからいくかなんですよねブレインを消してワンドローだけ今影響が出るという状況ですもン、ね、消しをトップデッキされていた場合は被害甚大なんですけど普通は沼からアキープかなあそうかこれで相手の、ね、そうですね相手のうかがいを立てるなるほど、はい、素晴らしい沼ですかね ここでもみ消しがないことを打たれないことをしっかり把握しました,、ねまあ、た素晴らしいプレーですね、うん、ちゃんと出てきたのはバットランドまあフんはもう何回やっても食らうから一番被害少ないみたいな、はいはい、そういう土地から行きましたかね <laughs> さあ無事死儀礼を除去した有田そして川口さんここ攻められない もう先ほどの手裏見えてますからね、はい、ゆったりとしたなまランドランドですもんねはいスタートになりますねうん悩みますねこれは基本的に4色レオポルト,あルトお<ー>、はい、4色レオポルトにはもみ消しって一般的には入ってないっていう想定でいいですよねあ4色レオポルトは入ってないです、うん、あの 普通はは入ってるのはデルバー側ですねなのでもうここら辺は別に川北さんとしては、まあ、土地がめっちゃ引いてんなっていう、はい、ただそれだけの議論になるということですね。はい、さあ画面上に某ゆるキャラが映っていますが皆さんお気になさらず。 有、ねね、田さんのトークンかな、はい、でメインデコラガンの命令ですねスタックで動かれる前にどうせエンドに打つならていうしぎれを回収して手札を捨てる、はい、この動きですかね唯一の一体二ードですね川木、はい、さんの出来る中で今モードを考えてますかね あそうです、ね、ブレインを捨てるブレインを捨てる土地がちょっとまだありそうではあったんですがああおお強いあっリアナはいこれは取ってしまいますねプラスで終わりかな一応ね効果を確認、はい、現状すぐさま影響が出るかどうかというと怪しいですが、まあ、奥義が強すぎるという。 ですね、あ,あとこれでデルバーとヤングパイルマンさん両方シャットダウンできたので、うんはい、相手のデッキの56枚は無視できるのでまたリリアナを対処する人は非常に少ないんですよねリケスデルバー側はマイナスもかなり強いって感じですかね,そうですね回収能力も強いでさえ、うん、4色レオボルドのクリーチャーが全部1体に取るものばかりなのでしぎれのシャーマン以外はそうですね、はいはい、さまざまなシナジーを持つ最後の望みリリアナ これが無事着地とりあえずれいはプレーしたもののここから先かなりの手札制限がかかってきます、はい、このれいさえ倒してしまえばもう有田さんのペースですね、うん 手札は悪魔の布告。ちらりと見えました。冷静ですね。有田さん攻めるべき時はちゃんと。相手レイズを、まあ恐れずに。行きましたし。守るべき時は、今はもしびれを倒すタイミングなので。うん こまでは。挑戦者有田。本当にベテランのような風格。本当に今日使った。<laughs> 初めてなんですか。<laughs> 最後にレガシー回したのは木曜日と言ってました。え <laughs> <laughs> そういったところも含めて、そして。普段、アントしか使わないという情報も。こ、うん、こで。いや、いいか。うん、良さそうですね。はい。超キプ,アップキープに。はい。 ここは別にしげで2点食らってもいいからマナ相手のマナを拘束する意味でもここがいいという判断でしょうね。うん、あっ俊を考えるとブレインそうですね。うんうん、致命的な一押しましたね。 もうこれで稲妻も使わせたため、しぎれも往復論も、うん、両方生き残るようになりましたね。うん、稲妻あ違うあ稲妻はいでし,でしぎれはいかなりリソース差がつきましたね。しぎれ自体はねそのカードを生み出すカードではないのでレガシーのベストカードではありますが、うん、まあ受給と一対一交換するカードです。 おおリソースすべてはかせきってからかシノビそして手札をおふくろこれは素晴らしいフィニッシュムーブ完全に出来上がったか、はい、そして川北し郎このかシノビに対応するカードが基本的にはないというデッキになっていますがな,ないですね、うん、ないですや1枚もデッキの中にないかないですね サイドボードまで含めて悪魔の布告はようやくというような状態です。はい、このはかしのび明らかに今引いて叩きつけた。はい。なだかすごく久しぶりに見たんですけど、はい、強い強いゴーゴー飛行飛行飛行止まんないですからね、はい、まずね。はい、いやーこの一撃、まあ、アンコートの差はこの黒一のコストと、うん、あの飛行が差があるんですけど、うん、まあ、はい、そこまで。 星レベルだ,だと一番の差が大きくないので飛行優先でこっちになってるみたいですね、うん、実際今劇的に聞いています、はい、まあこれでアンコを出してダメージレース挑むかなといったとこですかね一応ワンパン差はついているというところが、はいはい、一応の望みになっているとただそれもフクロウが台無しに <laughs> <laughs> アンコー対イハカシノミだとハカシノミ勝ちますからね。<laughs> <laughs> どう考えても <laughs> ねえ、そういったところでいやーこれ劇的なドローになりました。で、まあこここれでアンコー出して、まあシギレイのレースで追いつくしかないですね。うん お互いが探査したくさんしたので墓地がほとんど空になるんですよはいそういったところもあってなおかつ今シギレイがトロピカルアイランドが残っているので、はい、多分緑起動をするつもりなんでしょうね緑をどにいましたっけす<る>クリちゃんなるほど自身のシギレイ、はい、これを一回打ってというような形になりますかね、はい 自分はメインで。緑軌道ですかね。うん、原因で、で、二十になって、その後レースですね。はい。探差が五枚と。もう一枚ですね。すねコストは七です。はい。いや、川崎さんだけ、やっぱりキラキラしてますね。<laughs> <laughs> まあ、ここはもう、はい。おっしゃ、メインで軌道。で軌道ですね。20すねはい、先に。体重で、まあ、一応レースでは有利です。うん 例がワンブロック入るかの大丈夫ですかねはい20対13はいそのあんこうをね、はい、飛び越えて飛び越えて <laughs>、はい、なおかつ大袋にずっとビビらなければいけないというまずはトゥームストいや五点これを防ぐ手だてがなく大袋<ー> <laughs> かあきかさん。<laughs> リアクションに出ましたね。<laughs> はい。きついなという。メインで黒起動するかどうかですね、刺激で。うん、しても良さそうであります。殴り合いになって。まあ、赤黒ランド立たせておく意味はないと。うん、はい、ふん、ふん。 でも牽制のためにずっとお互いがしぎれいを立て合う展開になるんじゃないかなと思います。あでエンドに起動か、まあ、それでスタックにエンドで起動か。で11対15、はい、とりあえずマナを絞るようなプレーになりましたね。はい 稲妻もうもう足りそうだなしぎれ稲妻で,で、うん、きつそうですねで空から悠々とこの大袋が存在する限りはい摂がねでかいですよねあもうあもう殴り始めた、はい、もう5点テイクしてもいい状況という、うん、判断のようです でもこれだとしきるチャンプしちゃうのかな。一応、はい、まあ表裏で倒すということですね。はい、表裏で倒しきるにはフクロウの1点がそうですね。はい6の10点出す必要があるのでそこで。まあ稲妻も赤赤2個ないので稲妻稲妻で負けることもないので、うん、あヒンしなかった。まあ一応春昇があり得るなっていうところですかね。うん 全部ケアした上で勝ってます、ね、なるほどなるほど <laughs> 春勝賞出されても大丈夫なようにしてます、ねはい、普通に6点でいいんじゃないですかね放送ビルもあるし、うんはい、あれあれあ九 9, 9から4あれちょ,ちょっと危なくなってきた殴りすぎたうん、うん、そうですねああそうかハッンで春春、はい、稲妻と。

で春章でシャンプすればいいので春章かうんうんそうですねでシャン前わずブロックしてはいはいでゲームエンドかなはいうん<ー>、はい、いや好きがないですねなんかあのー、本当に今日初めてですかね <laughs> <laughs> これまでの挑戦者といえば若干川北史郎選手に飲まれて、はいはいね、雰囲気飲まれてるプレイヤーが多かったんですけどちょっとしたほころびからね、はい、チャンスをつかんでいくっていうところがあるんですけどす、ね、この2戦を見る限りでは隙がないですねただそれでも勝ってきた男がこの川北そしてその川北を倒すべくここまで戦ってきました有田さあ 謎の握手これが最後とでも言うべきなのかこういうね川北マジックですよね今基本地形の島が見えましたね出る手に島はとても嬉しいですねはい地形は2枚入ってますね島沼で島ではい気温地形をいいですねフラスターしぎれのシャーマン2枚そして土地4というスタートになります 不毛に強く、モみキーシも強い、うん、いいいい相手です。ちょっと有田さんの方に手札がいいからかまだ余裕が <laughs> あるように <laughs>。結構いい今の7枚出る場合手にすごくいい7枚なんですよね。はい、この7枚いつも欲しいくらいの。なるほどなるほど。はい、ただね有田さんも実はものすごく緊張していたと。<laughs> はい。 いうお話もしていましたが、ここまでは全くその素振り川北の前では見せていません。まあデルバーっていうデッキが色間が十四枚しかないので、うん、結構こういうマリガン多いんですよ。不毛だ大地だけとかもありますし。はい。はい、初動がやはり命なデッキなだけにそのオープニングハンドがね。はい 完成度っていうところが本当に響いてきます土地はある<お>ポンダもある不毛もあるいい、ね、あアンコウですかあれシギレイですかねデイズも見えましたねあいやいいですね十分いい所定ですアンコウ宿敵そしてポンダーデイズと不毛、はい、<撲>悩まない悩まずいいいいハンドです即上っぽいか上だとポンダ打たないんですよねシャッフルしちゃうから、うん あいやアンダーグラウンドシーから今までで一番強い挑戦者 <laughs> 少なくともメンタルの意味ではかなり強いですね、はい、有田さんはそのレガシーの挑戦者って実力者が必ずしも来てるんですがこの神決定戦の雰囲気に飲まれる方が非常に多いそうですねカーキターワールドとでも言いましょうかう <laughs> そしてこの空気感ですよね、はい そういったところが多く見られてきたのかなというふうに思うんですがそういう意味では現状全く有田跳ね返しています。ここれれもシャフシャャフフ、ねはい、さあこれで 引くもの次第ですな。うんはい。じゃあ二段目にアンコも出ないので、はいはい。ここでもみ消しかシギレが出る場を引けないとちょっときついですね。ヤズマ。うん今一。色マナが供給できていませんね。赤マナがありません。あこれは沼から入りそうですね。うん不毛、うん、を食らわないように。手札も潤沢に色マナがすでにある状態だったので。そうですね。 島もありますから沼島からの不毛くらわない周りでしぎれなので、はいうん、素晴らしい、うん、しかも今のファーストドローもコラガンの命令だったのでちゃんと身も引いてるんです <laughs>、ね、<laughs> これはマリガンしている川北四郎に突き刺さる一枚ピーズはい。まあここはここはというところですね出る場素晴らしいドローここはデルバかしぎれ引けないと危なかった、うん このデルバを受けてまあ島を置いてからしぎれですかね二、うん、枚目のデーズもちゃんと考えてギタ,ギタチョウ<い>ギタチョいい,い,いですねギタチョでさらに赤間の引けると最高ですねこれでしぎれ焼きながら、はい、というプランになります、はい、さあここに来て川北一挙を吹き返すかどうかはこのワンドローにかかっています さあこ,んこれをフラスターするかどうかなんですけど見られたくないからフラスターはありなんですようんしないしないはいコラガンブレインストームという形ここでフェッチランドを引けると川北さんは息を吹き返すものなの、うん、このワンドローフェッチランド引いてアンコを出せますねフェッチランド引いた場合は。 まあ普通はフラッサー打たないですね、うん、打たないと、ま、取っておきたいさあここで引けるか引けないブレインストームはい難しいですねうんこのブレインストームがマストカウンターに見えるかどうか 駆け引きですよ。なるほど。はい、メインで多分ブレインストーム打たなきゃいけないです。これあ、打たなかった。はい。アップキープに打つとこもあるんですかね？うーん、悩ましいですね。そのま,ま。ま、はい、あくまで相手のアクションを待ってのプレイなんですが、フラスターがね。もう常に引っかかるような状況ですかね。はい、アクションを待つと。 終わりでアップキープにコラガンの命令とかですかね、うん、おそらくただ今川木さんの墓地の枚数にも注目ですアンコウが出せるかどうかがコラガンの命令で能動的に出せるような状態にもなると、はい キープにシゲレ起動かな。シゲレ起動した上で、コロガンの命令の方が良さそうですね、うん。土地を取り除いてということですね。はい、アピキ,キープですね。うん、はい。アピキープ、うん、そう、そう、そう。隙がないですね。本当に, <laughs> 本当に素晴らしい。素晴らしいプレーを続けてる。二点、二点とシゲレ回収ですね。うん これなら墓地も増えすぎないからアンコも出せない素晴らしい盤石と言っていい、はいはい、このプレー本当に挑戦者有田隙がありませんかつ不問大地もうまく使わせないという、はい、さあここまで本当に素晴らしいプレーが続いています 2>, 2点くらって回収はい。 これだと今墓地4枚だからアンコウが出せないプレインストーム土地はありますねありますねあとはネメシス次第ですね<う>ホーシール・レオボルドの優勢なので、うんはい、ネメシスをいかにどうするか この痕跡もサイドインしてましたね、はい、まあ袋とシゲでまとめて熟できるので、うん、っていう考えでしょうねさあいやプレイヤーに2点飛ばしたのではなく土地を取り除いたことによってそこからマナーを出していますプレイヤーに2点飛ばしたのではなくて出る場を焼いています <laughs> これがね本当に勝負なんですよねその川北さんの十回防衛を見たいという気持ちもありそして川北さんを倒す人が出てくるのかというところも気になるところで本当に今回もうさまざまな思いが皆さんの 心の中にあったと思います川北さんを応援する方、はい、そして川北さんが本当に負けるのかっていうところを皆さん本当に知りたいところだと思うんですよねその答えが徐々に一刻一刻とその時間が近づいています,ます、ね、本当にこのブレーンストームがゲームを決めるので、うん、実行していますね、はい、結局赤マナは引く前提でプレイしてますね

ただ今赤マナがないので赤マナはまあドロースペルもしくは連鎖する前提でやってるみたいですね全部追放しましたあ不毛を立ててなるほど足りてますかね六枚<り>なんかえっと死刑で三角数が追放されてるのではい、はい、こ,れこれで OK ですかね、はい ちょっと緊張してきましたね緊張しますね<笑><笑>我々見てる我々も、はい、そのこの神決定戦という企画がね本当始まった時にはまさにこのようなところまでね、はい、来るかどうかっていうのは誰もわからなかったと思うんですが今や本当に歴史がありますそしてその生き地引きが渇きた城全ての防衛戦を勝ってきた男、はい、それが今この 繊細なデッキを操る同士の対決戦っていますうんこのブレイン弱かったですね土地土地思考囲いでした、まあ、ただで死にで3連戦があるのでまだいけそうなあ、うんこうが着地したというのはかなりプラスの行動ですよね対処できるカードがあのそこまで多いわけじゃないので、はい、残忍な切断とあと悪意の大袋ですねはい この2種類、まあ、まだインされてれば一応悪魔の布告というオプションもありますが、はい、ただまあ一枚切りのカードではなくやはりピンポイントでこの手札減った状況大袋あたりはまあバーンと出したいとこですかね。特、うん、にここでトゥルーネーム・ネメシスを落とすとアクトレイルはそんなに気にしなくていいです、ねうん、赤マナがない状況なので。うん 名シっぽいですね。うんうん。<laughs> <laughs> で、しきれ兄三兄弟が <laughs>、はい、ボボボンと、はい。ただ、そうですね。有田さん側ももう。 星レオボルトの短所としてマナフラットしやすいところがあるんですよね。はい、ここ思い切ってもうフェッチ二枚使っちゃってっていう感じですか。もしくはシギで B B を出して、うん、まあシギで起動のマナを備えるとかでも良さそうでありますう。あ、起動しましたね。先ほどの手札を見る限りでは、もはやアンコービートを完遂する以外に。 勝機がない顔きたただ12なので体力的には結構削れているという状況、ねはい、い,いけいけうるんですよねうん、うん、さあ割られるの前提なんで何を持ってこようか考えてます、ねうん、第一候補はトロピカルアイランドになりそうですがトロピはほぼ割られそうです、ねうん、ただ赤マナバットランズとトロピーという形になりました であ,あ両方出す両方出すかうんブぶブブはい、はい、さあこのドローも重要になってきますまあこれはテ痛いけどテ、うん、はい。でトロピーですかねおそらくトロピー体力を回復されるのを嫌うとうん,、はい、うんこのシはで、い、そしてここで袋を引けると プッシュか<え>プッシュでも十分いいですねうんうんうんただアンコウがでかくて止まらない <laughs> はい <laughs>、はい、致命的な一押しそしてフラスターストームローバイの嵐ですねこの2枚の手札になっていますさあこのフェッチでうーんまあこれはミドマナでしょうねバベ,イベイルですかね、うん これピのまイ何枚入ってますトロピカルとトロピカルイスこ,、ね、これ2枚目割られちゃうともう緑が供給できなくなる、うん、だからしぎれ2枚使わないといけないってことこですね、はい、ま,まだまだ思想ゲームですね全然、うん、川木さんありえますまあここでしぎれを倒してうんで原因起動をいつするか難しいとこですね今してもいいのかなうん <laughs> 1>, あしぎれ1体はアタックしないかしないか、うん、はいフラスターなのはうん打っても良さそうでしたけどねテイブロックブロック、はい、はい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 ライフは高水準保ちつつあエはいにしぎれで2点まだまだ分からないこのあんこが本当に倒せるかどうかになってきましたね <か>ちょっとここはこれはうんあこれチャンプだときついですねこれで体力のそ,そうですね8か8もう割り切ってしぎれービームモードにした方が良かった気もしますねワンパン受けてということですね、はい、で表裏で8点分がカウントされますので ただデッキの中に対処法があるということでそれを加味しての延命モードそれもあるのかなと苦しいですね,ねまあこの5点はテイクしましょうはい虎の子の最後のし切れですねさあただ川北さんのライフ増えてますあれおかしい川北さんのライフ先ほど10になってましたかね、はい、12から1回あ回復したので12で合ってますかねどうでしょうか マナフラットしちゃってますね。これ、うん、うんチャンプはでもしたくないですね。五点はい二はい。はい、おお手札には稲妻ええ天、ー、狗の痕跡さまざまなカードがあります。ただまあ回復されるのでとどめさせないのでタップアウトをちょっと嫌う形になりそうですかね。いつの間にか有利にな <laughs> いつの間にか有利になっている。 このアンコウが倒せないさあ川北ワールドがはい広がってますねいつの間にかこのアンコウを通し続けるしかないという状況からアンコウを通し続けて追い込むという状況に変わりました、はい、さあ川北白これがレガシーシン 緑起動スタックで稲妻本体でそれにまあ一応フラスターストームがあるんで追いかけられるんですよねまあ何かを空打ちしなきゃいけないんですけどプッシュを相手のアンコーに打ったりしてスペルカウント一1枚増やした方があただ今もみ消しあるんでもみ消しストームを消せるのかなるほどなるほど面白いうんプッシュを空打ちの方が良さそうだなここで ブッシュを残した。でストームが誘発するんですけど、はい、ストームは誘発型能力なので、はい、もみ消しできるんですよね。でもみ消しした上で回復をあこれ回復をもみ消し。ということは稲妻解決してあれなるほどいや稲妻解決してないですね消されな、ね、いで、は、す、い、<れ>稲妻が打ち消されたということですね。 あーでも <laughs> 思考こう引いちゃいましたねちょっと軽いとこばっかり引きすぎて、うん、ブロック起動、はい、これで4、はい、ちょっと川北白もこの状況に焦りを感じていますがさあただグレーンはガるのでウが来ても大丈夫はい。 おなんかアクションを起こそうとしてるのか、違いますかね。大丈夫ですかね。<あ>もうターン返しましたかね。でアップキープですかね。アンタップしてるので。寝かしでよくある相手のアップキープに。<laughs> 行動するという、はい。インスタントが強いから、そう、そういうことが起きますね。ね、うん、見えているのがブレインストーンですかね。はい、アップキープにブレインストーン やっぱりプッシュを空打ちした方が良さそうですね。プッシュ相手のアンコウに対象には取れるので逆にプッシュを残してしまったことによってグレーンハンも使わされてしまった、はい、そういう状況になっていますハンドはコラガンコマンドポンダーそしてトチトチとそしてデッキに戻すのは電気 の痕跡土地さあ息をのむこのレガシー新決定戦このブレインストームの重みを知っているからこそ悩む アンコがもう何度目か分かんないアタックをしてます、ね、<laughs> 7回目ですかね <laughs>、はいはい、とんでもない量のダメージそしてクリーチャーをほふっていきますあメインフェーズかメインフェーズですねうん、うん、緑緑か 緑。緑がいい。緑か赤かで。はい。はい、これ虎の子のブレインストームが、グレンハされるのかな。いやでも思考が濃い、から入りたいが、ライフがもうない。<laughs> さあこれにて川北四郎この試合は大逆転と言っていいでしょう, <laughs> う、ねはい、かなり不利でしたからね途中まではグルマグのアンコウが7回殴っていやーこれが神まさに見せつけた形になりました 手ラチェック先ほどまで有田は非常に好調な戦いを見せていました、はい、ここでお互いが止まります悩んでますねまあまあキープですね,ですね見た感じ土地とスペルのバランスはあいいですね四国を残してますねフラスターストームグレーン派そしてコラガンの命令、はい、しぎれのシャーマンかなりバランスのいい、うん、バランスのいい術ですね<札>除も そしてこちらぎれ、ねはい、のシャーマンは共通、はい、グレンライトニングボルト目くらましさあ再びの好勝負期待したいと思いますまずは防ぎようのないフェッチからのスタートこれはもう沼ですか<や>あアンダーグラウンド C ですね今あんま穴がないのでああ確かに確かにでかつしぎれのシャーマン出したいうん しぎらいのシャーマンが着地、安心して着地がさせられる先行というところで。多分、このプレーで思考がこいから入るみたいです。おお、なるほど、相手のクロックを抑えてから。こうなると、これはまずしぎらいのシャーマンを落とすんですか。そうですね。はい。まあ、た、しぎらいのシャーマン自体は除去できるんですよね。<laughs> まあ、今、先行しぎらいのシャーマンスタートの方が良かったように思います、ね。なるほど。はい。 思考囲いを打つことによってまあなんとなく瞬間的に先行後校というかアクションを起こせる側と起こせない、はい、そうですねる側が入れ,、ね、入れ替わるということですね。はい、さあ先ほどもゲームを決めたあんこをすでにスタンバっております。 挑戦者有田のデッキのはかしのびもそうですがこのサイズのカードをねお互い除去しづらいっていうところが、はい、まずは先ほど我々の目にも映りましたただそれを巡った戦いになるまでの勝負がやはり長いと悩んで封申しましたねうん、うん、まあでもここはしげれの飛車はまいてあ行いかない、はい、フラスター構えてる状態で出すということですかねなるほど、はい ここですなスタート目くらまましもにもフラがれここはほぼ確実にフラスターを打ちそうな、うん、ここで打って。 っておくとこのフラッサー目くらましもクラ、まあ、ストームのおかげで目くらましも食らわないので,、はい、でこのあとシャーマンが生き残ると目くらましがほとんど無,無駄配にできるという。うんん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 ん なんだな <laughs> 忘れていたとかかですかねいやーちょっと分かんないですね、はい、今のは慌てて負けましたように見えましたがはあ、い、<laughs> まあただここは土地がないということで、はい、まあ有田さんももう四股学校で相手のアンコを見てるので積極的に墓地を削っていくと思います、はいうん、優先すべきは川北選手の アンコをそうですね出させないことですね。うん、フェッチを引けてないラ何度引けてないですね。うん。うん今墓地が六枚。うん。 これメインでしぎれい起動した方がいいような難しいポンダ打たない方がいいと思いますねこれでしぎれい2を出してあポンダ先ほどねあの目くらまししぎれいに打とうとしましたねはいなのでそもそも打てないというそうですもう解決後ですからバリ出てますからそうそもそもしぎれいに という流れでしたもんね。そう。うん、途中をもらいつつ、まあ、次はポンダーです。はい。そう。先ほどシギレイが場に出て稲妻を打って、それにフラスターをして、でデイズをシギレイに当てて、シギレイもう解決してるじゃんという巻き戻しになりましたね。はい。はい <laughs> あの「死霊」に向けてデイズをパンって打ったら俺死霊はもうバニーますっていうないですそういう形ですねはいでこれはもう悩まずバイブバスとはいで土地が止まっている,る状況は続きます,すこれはまた有田さん優勢ですねまあ次のトップがポンダーかポンダーなんで、うん、そのまま引きそうですね フェッチしてから打つかどかですねフェッチしてから打ちそうですねさあ星入れボルドの強みが発揮されてますもはやすべてのカードがケアできる状態になってきているかえっとスラスターと黒いカードですかね、うん、はい。見えない 断人の切断の可能性がちょっとありますが確認ができないですねリディアナリディアナだったらすぐもらえそうですね、うん、はい。それであればあリディアナかあ、もらえそうですねリディアナですかねはいテキスト欄のところでしか僕はちょっと確認できないので <laughs> 悩んでます本当にこのレガシーの醍醐味ですよねこのブレインポンダーで間違うとすぐ負けてしまう,う,う黒黒一のコスが見えてるんでリリアナっぽいです、ね、リ,リアナリアナならもらいそうですね、うんはい、アンコうさえ阻止できればあ,あとはこれもうワンドローしてからはいはいでメインで墓地を削ってった方が良さそう、うん、はい でかつもう土地も削った方がいいかな、うん、はいアンダーグラウンド C 素引きだった場合はすぐ出しちゃうので、うん、フェッチだった場合はどうしてもケアできないかうん、うん、でエンドに動くかどうかですけど動かなくても良さそうですね土地,土地だけ追放はそうですね、うん、土地だけ追放でも良さそうです

プラスでスタックで墓地追放をしながらフラスターですかね。このブレインは通さない方が良さそうですね。うん、うん。これはデイズしてもとても苦しいという。うん、でも川木さん苦しい場面が続きますね。土地が止まり続けてます。 さあこうなってくると墓場の管理だけ延々にしていくと、はい、そもそもプレイできるカードがなくなっていきそうです、ね、探査さえケアできれば、うん、これはもうリディアナの奥義で見えてます、ね、というところもありますし、はい、リディアナでしぎれ回収も全然いいですはい ああフェッチ引きましたねこれでうん、うん、フェッチ引いた場合はスタックに乗るので、はい、えとシギレイのシャーマン起動できて墓地減らせますね、うん、スタックに乗りますからさあここ冷静でいられるかどうかですねフェッチ起動を OK しないようにしないと、はい、あ,あ、ね、冷静ですね、はいうん、素晴らしい も消しはい何としてもあんこを出そうという考えですね残りの手札がこのもみ消しをどうしようもないというところですかね,すねついに出ましたはい、はい、先ほどから大活躍のあんこあメインで起動した方が良かったっぽいですね しげるのシャーマン。ちょうど、ちょうどの枚数なので、相手のターンに。回してしまったことによって、出てしまったと。はいまあ、ブレインストーンもフラスターした、フルタップの状態でのね、しげるの起動だったということですね。えっと、引いたカードは黒、黒っぽいですね。黒っぽいですね。なんかこう出れば、そうです。まだまだ全然ゲームはイーブンと言ってもいいです。うん さあまた始まったしぎれ時刻はいこれアンコウが一応攻撃力が下がっているううなの、うん3四なんですよねさあしぎれうん,れうん悩ましいですねう,ん、う裏が<の>コランコマンドそうですね 3四だからちょっとお面白いプレーなんですけどあの、うん、1二のシギレーのシャーマンでダブルブロックしてコラガンの命令打てば一応倒せましたので <laughs> そんなに損じゃないトレードなのでやってもよかったように思いますね。はい、1体のシギレーのシャーマンは道連れになりますが、はい、コラガンコマンドがしっかり通る形になっているということで。って、はいうのを見てますからね、うん、あのそれが一番良かったような気もします。 ちょっとここら辺の細かい判断の差がこの後の戦線に特にアンコウは重たい、はい、倒せるかどうかでだいぶ変わってくるというところでしたがもうこのアンコウの攻撃は受けましたそしてターン終了時のプレイになりますあしぎれビーム、はいはい、2点ですねお、はい、これはまだわからないですね あくまでレーズを送らないよたシゲレイが3体並ぶ <laughs>、はい、<laughs> 流れになりますかね。とにかく今リリアナのサイズダウンそしてリリアナへの攻撃というところが一つこのシゲレは除去しなくていいんですよね、うん。ここで除去すると敗着につながるかもしれません。そそもそも もう自分がしぎれでマウント取れてますからね2点ディスカードさあここで打ちましたでしぎれ出しますかねしぎれ出してプラスするとしぎれ図の合計が3636ですね36でアンコウが34かダメ,、はい、ダメですね倒せないという状況ですね さあいつも捨てましたがこれはブロックしても良さそうですねさあもう一発受けるのかどうかブロック推奨という話うそうですねブロックした方が良さそうですねブロックしてマイナス2で袋がめくるれたと最高なのであれう,ーんうんおーまくるかここでまくるのが皮きた皮きた <laughs> さあビームとの 本当に一気打ちという形で。まあ確かにシギレクロックで間に合いそうですね。これだと早いのです。引いたのが赤いカードに見えましたか。グレン派っぽいですね。グレンか赤レハかどっちかですね。おお七地での被災。あ素晴らしい素晴らしい。これをとペイワンですかね。いやあえとすいませんダクルじゃないです。マイナチマイナス一マイナス一でいいんですね。なるほどなるほど。 さあビッグプレイ飛び出して再びクロック下がりましたこれそこれはそ<ら>ブロック、うん、悩ましいですねさよならリリアナのさよならリリアナもありえますねもうライフ十分守っただろうといううん、うん かなり吸収しましたねリリアナうん <laughs> 15点くらいは食らってくれたような気がしますいやかなりこれによってしぎれービームが本体に何発も何発も打つ余裕ができてきたということで、はい、そうですねはい樋口、ね、しぎれモードでも 10, 10なんでね5回軌道でいいので樋口、うん、無視して良さそうですねうん。このまま食らいますかね、はい、あブロックしましたね樋口 <laughs> で起動 タイル力8うんちぎれいはいうんうんまだまだ分からないですねちょっとやはりあんこ倒しておくべきだったかみたいな、はい、そんな状況にきましたね ついに待ち望んだ、はい、ただこれがグレン波な高木さんがグレン波あるかどうかですね消されるかどうかデンコの痕跡が残っていそうですかね先ほど手裏にちらっと見えたような気がしてるんですがあれ先に起動した先にだったらいや袋を先に出した方がいいんですよねこれ回収の可能性があるから、うん、そう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 ンいはい、はい まあ、でも、まあ、大丈夫か、まあ、まだ大丈夫そうです。概ねというと、ころです、ね、そうですね。次、次、あんこをジャンプして。で、袋回収といったところですかね。うんうん、それ、まだまだこれから。さあ、緊迫しております。はい。うん。やはり、あんこを殴り続けますね。<laughs> <laughs> 手札はヤングパイロンマンサーでしたか、ね。そうですね。うん まあこれはブロックして黒軌道ですかね、うん、よくした方がいい、うんはいただこれが残り体力を削る手になるのかどうかあ一応あ赤ブラ構えたいから土地,土地追放にしてます、ねうんうん ゾンビ魚が <laughs> ずっと殴り続けてますね <laughs> やはりあんこを出させないプレーの徹底というところもそうなんですがもみ消しを組み合わせたね、はい、そのギミックの部分がかなり複雑といいますかそういったように見えていますねさあマナーを自身の方で出すことによって、はい、単なるチャンプブロックにしたと。 で満を持ちして、ヤングパイロマンサー <laughs> これを展開されると、袋を回収。そうですね。がしづらい。しづらいですね。ただ、リリアナをヤングパイロマンサーに打つと、次のアンコウが止まらず。で、袋を回収ですかね。<laughs> レオーボルドしかし、今は袋の。 もうねこれはこれレガシーのプロツアーとかあったらもっともっとハラハラするんでしょうね。<laughs> あこれでお,おープッおュ <laughs> そっちかパイロマンサーを残す選択、はい、さあこれがどうなるスペルを引き切れるか川北 <laughs> あここは、うん、パイロマンサーを残したか出る場土地置いて5、うん、ここ。 ここですねただコラガンの命令引いてれば一気に盤面が変わります、うん、ただこれターン帰ってきて引いたのは出るバ出る場秘密を掘り下げる者コラガンの命令ある,あるんでしょうかね引いてるかな引いてたらかなり逆転できますねヤングパイロマンサーを倒しつつ袋を回収なのではい これは引いてない引いてないテルば残しちょっとライフの食い違いが起こっているようですが大丈夫でしょうかさあ現在この画面上はまあ第三者視点で体力を追ってますので この8対12が正しそうに見えますがちょっと今確認が行われていますはい、はい、現在 体力の確認の行っておりますそれで一時このゲームストップしておりますさあ現在正しい体力に戻りましね,ね8対12だと思われるんですが、はい、遡れるか大丈夫でしょうか さ,あさ<あ>ターンを返しましたあれコラガンの命令ではなくてトチっぽいですかねブレストは引きましたがせ一。おリリアナ2枚目でこれははいさあ2枚目のリリアナサイドボードインした1枚が火を吹く段階になりました、はい っちも引いていてますので、はい、ただフェッチを起動ただ赤ブラ構えながら出せはするので十分ハラハラしますね <laughs> <laughs>、はい、手に汗握る引いたフェッチが汚染された三角巣なので <laughs> バッドランズへのアクセスができます うそうです、ね、まだまだ1枚頭のデッキの中にありますね、はい、これで構えながらですねそうですねさあ,さあこのカードが再び火を吹く形になりました、うん、さあ多分ヤンパイかなと思いますね、うん、ヤンパイ倒して出る場が裏返ってもグレンハで倒せるのそのタイミングで倒せますもんね完璧な ブレインストームと化したはい、パーフェクトブレインストームですね。パーフェクトブレインストーム、ね、お,ーお、おそっちを倒した。ただまあ巨大化はしないという意味で、まあ、そ,そうか、あのまあデルバーで戦術ができるっていうのもありますからね。このトップで稲妻引いてるとまた話が変わってきますが、はい、ターンエンド、いやいや多分手札を引いたんですけど<ー>、はい。デルバ二体目を出すかどうかです、ね。なるほど。 さあ今引いたカード河北としてはデルバーも出さずにそのままエンドコラガンの命令かもしかしてなるほどそ,そ,うそうですねコラガンの命令一枚切りの河北のコラガンうんやっぱりヤン,ヤングパイロマンサーを倒すべきだったかなはい 運命を手繰り寄せるその一撃となるコラガンコマンド <laughs> はい引きましたね「ネメシス回収」<laughs> あ「ネメシス回収は、まあ、パイルブラスターで対処できるので、はい、そこまで」ただこの一発によってトークンが生み出されま,あまだあの次新章で湿地での被災ができるので。うん

これで怪しむと思うんですよね。フェッチも起動しなかったっていう。ああ確かに。よし、これでこれでシッズの被災がとてもクリティカルな場面ではありますね。はい、デイズもケアできている。はあ、い。は<ー>フラッシュバックして全部まとめて倒せますね。いやーいやー面白い。<laughs> <laughs> 何ですかねこの終わる気配のない感じこれずっと見てたいですこの白熱したいゲーム <laughs> で春翔ですねはい土地を置くかどうかですね、まあ、一応デイズケアしながらデイズ2枚もケアしながらの方がいいかなはいでしっの飛いや面白くなってきましたねはいさあ 深井まだフラスター抱えてい…あ、ええー、まあデルバーと…ーーはい深井セレーハーありますね、うん、ただこの後ホーシー側の方がマナフラットしやすいというかもうマナ関連を引きたくないので、うん、デルバーも同じですがブレインストームを消すかどうか深あー、ブレスト引いてるんですね、はい、このブレインストームを…うん 消すかどうか本当にこれでゲームが決まる消しました、ね、し,ま,した、ね、まあ除去の方が多いので確かに納得なんですよ、ね。うん、さあここここさあなんでしょうさあいったこれマナだと厳しいはず。あ返信しない。うーんギリギリの勝負続いています。ピ、はい、ースオゲームですね。テンコはい一点二点で六 うーう、六、六か。あんこ。<ー> <laughs> はい。あんこ。<laughs> ここであんこ。こう。はい。ここ。有田さんトップでキしないとですね。土地二枚一本、再び取り返して。<laughs> は,いはい。さあ、責任戻ります、はいはい。はい。川北さん全身で喜び表示 <laughs> いや、これも本当に厳しいゲーム。 だったってはずなんですよね。<laughs> さあ、後手番ひっくり返して、はいはい、川北は日本名までは <laughs> 遊ぶ。<laughs> <laughs> 確かにこれ以上フォーマットが増えると一日で終わりませんね <laughs> <laughs> そ。そうですね。巻き巻きになっちゃいます、ね。朝9時からとかになっちゃうます。そうですね。<laughs> <laughs> <laughs> さあ最後もこれは握手。はい。はい。正々堂々といきましょう。はい お互いの検討称え合い<島>そして誓い合い島ありますね土地は三種類あ、まあ、まあ十分いい所定ですね、はい、あここで最終戦マリガン川北城まずは後手番マリガンうんいやすごくいいですね基本地形スタートできる上に、はい、アドバンテージ権もある 有田さん一回マリガンしてないですねあ確かに、はい、<laughs> 今日挑戦者側結構調子いいことが多いですねマリガンゼロが多いですよねオーラの方もそうでしたし、はい、白身とオーラで一回もマリガンせずに5千を終えるってなかなか <laughs> そ,うそうですねマリガン前提のデッキですからね、はい、8枚しかクリチャーが15本、うん、クリチャーがいないので特にマリガン基準が緩いわけではなく、はい、しっかり考えた上でというところですよねさあ 誰がこの展開予想したでしょうか川北志郎2本取られた後に2本取り返しましたそして後手番6枚からのスタートなるかああちょっと厳しい手初手ですね土地4枚不む<土>はありますが、はい、もみ消しもありますがベルバーとしてあんまり望ましくない初手ですねクロックもないですしアンコウありますしぎれのシャムしぎれですね、はい、あ、まあまこれならまあ許せるくらいのありですねうん、うん さあレガシーシーン決定戦始まってから2時間が経過しましたもう全員が息をつく間もないほど濃厚な2時間そして最後の対戦が今スタートあもみ消しそうかもみ消しを構えてます、うんはい、なるほどうん悩ましい。 まあ息をするようにボルカゴをしましたからね。<laughs> 考えるとブルブの面接。<laughs> 確かに、はいはい、これはもみ消しを活かさないとリソースさんに負けてしまうのではい。さ、こちら側は問題なくフェッチを堂々と切れる。これはもうデッキの特性上、今ヒントですよね。これ、シゲーのシャーマンをトップデッキじゃないようなプレイの仕方をしたので、はい。もうあらかじめ持ってたような。プレイの仕方。 これはつまりボルカニックアイランドの構えたい理由があったということなんです、ね、なるほどなるほど僕は有田さん側だったらそう数秘察しますねはい、はい、さあ <laughs> 高橋優太も敵に回したくない <laughs> 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 このワンプレーでそこまで昔、はい、この土地の置いた順番とか出した順番も覚えてなきゃいけないですよねブレインストーム、はい、ここからのスタートになりました 三枚は死儀でトーラックそして黒い除去がもう一枚見えます湿地への被災ですかねさあ毒の濁流とん春章の魔導士にも見えますがそれを返してきますね,すね、はいまあ、ただフェッチはしないと思いますねアンケーシ食らうだけなんではい。うんうん、素晴らしい、うん、ここは冷静ですね でメインでフェッチ起動してもみ消しされたら追いかける形ですかねだ <laughs> ゃあ先にしギレのシャーマンが出てしまっているそうですね悩みますねこれアップキープに動,動いて相手のマネを拘束すべきかですねフェッチ起動スタックもみ消し,、はい、しスタックでフェッチ起動でグレンカかな <laughs> グレンハがない。えっとえー、っと。まだフェッチが解決前のはずですね。で、グレンハあ,あそっか。はい、墓場に置く順番はこうですね。はい、はい。そしてもみ消しをグレンハし、土地が3まで並びます。で、黒マナを持ってきてプッシュですかね。うん,うん。はい、ここまでの立ち上がりは有田パーフェクトですね。手順も完璧。ここまで。 ただもみ消しをケアしたせいでちょっとマナをフルで使えてないところがあるんでそこはもったいないかないとは言ってもやはり1ターン目のボルカニックアイランドの意味というものはしっかり理解していると、はい、さあここでクロック用意できるかどうかなんですがここでアンコウだと出ないか、うん、まだ足りないか墓ち四4枚ですねはい コストが7なので、次のターンとなります。トラックの参加トラックへの参加は黒黒なんですが、ここでトロピカルアイランドを引いたことによって、手札の黒黒のカードが随分ダブついてしまった。ただ、しぎれのシャーマンが一応2枚あります。まあしぎでしぎれでで良さそうですね。はい、しぎで2枚ありますか。かごめんなさい。ちょっと今湿地で,での被災が見えますね。湿地 楽界の,の参加しぎれし春ん春ょかあなるほどしぎれは1枚ですねここは動かず動かず春うを使い,たいそうですね沿道に春書を出すようですね春書ブレインストームですかね、はい、はい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 ボルカニックアイランドこれでは黒黒が供給できない 噛み,噛み合ってますね、うん、さ稲妻で除去して出てくるしぎれ,しぎれ、はい、これが手札が黒のダブルシンボルお稲妻引いた、うん、がまあ1対1交換でそこまで美味しくもないですね、うん、これはあんこうが出れば、はい、はいはいはい アンコまでもっともっとカードを使わせたいというところですかあでも川口<あ>さんも手札弱いですね,いですねはいはい,はい、はい、ボルカといなまでこれであればというとこですね失礼アンコいなかったですねいやこのシーソー系おうーん。手札が2枚ひむからいくかどうかっていう話ですね、うん、まずフェッチッ まずフェッチ起動でお伺いを立てますかねこれがまず通らないことにはスペルがプレイできません、はい、これは通りました、はい、でおそらくベイベイユーですかね赤が欲しいなるほどバッドランズの枚目、はい ヒムから打つかとか、うん、悩みますねうん。ヒムから打ちますねはい。これであれば稲妻を本体、はい、ただこのポルカにカイランドが消えたことによってマナー的には手札的にもちょっと圧をかけてさあここ悩むなんだこのカードはクリーチャーなのようなんですけどねドロしたっていうことはそうですよね、はいはい、インスタントソーサリーだったら公開するはずなので いければあヤングパイロバンサーの場合出すか悩みますね、うん、確かになるほどなるほど、はい、これが湿地前の被災キッカーでマイナス2全員なのではい車、はい、グ,グのアンコウはデッキに2枚ですさあここがアンコウではなさそうですねアンコウなら多分 <laughs> もう危機として,として川北さんなら危機として出すはずですドン、はい、と。 ここで追加のクリシャを出すのかが本当にこれあっ5<ー>はいおここで我慢ここで大人ですね湿地への被災が見えて透けて見えていたのかただここ春霜ですかね、まあ、どうしたの素晴らしいはいまだしまだライフ的には湿地への被災を待ってもいいような場ですね、うん、あここで打ちました一応春勝グレンハー これが見えているというところで我慢しましたね<ー>素,晴素晴らしいちゃんと一体に取られないように、うんはい、冒険しなかったさあこのとりあえずフェッチの解決のシャッフルをして有田は考えますおそらく手札春将だったと思うんですが クロマッシュをどこまで考えるかですねうん確かに <laughs> まあただ先ほどひムをあー違う春章ではないあ分かんない春章っぽいですよ春章だと、はい、湿地への被災で倒すっていう方が効率的とい、はいはいはい、あというそうですねデ、ね、イズを送らないようにっていう話ですねここでああポンダか ただうん、デルバー以外が弱いのでもらうから。でーず、もらうかうね、はい、さあ、春勝が出てしまっています。ただ、体力差は5点ほどついているということで、このデルバーをキープするかどうか、ただ、この後のデイズ・ウエストランドは地獄。そうですね、無駄ドロー2回ですからね。<laughs> デルバー4点 回ううんただうんここはシャッフルの方がいいのではないかと割り,割り切ってます、はい、さあポンダーでのシアンでのフレッシュなドロー川喜、はい、さんといえばねポンダーのシャッフルで <laughs> いいのを叩きつけることで、ね、毎回喜ばせてくれますからねさあシアントップレックの川北来るか起死回生の一だ あんこん見えないうんあ、出る場合まあ絶望のデルバーよりははいまだ増しとただこのデルバトップレックも強いですねそう,そうです,うです、ね、<laughs> まあクロックな分まだ無しです、ねはい、あと有田さんがどれだけマナフラットしないかですおっきた <laughs> コラガンコマンドしぎれ回収、はい、デルバー破壊、はいはい、あこれちゃんと赤ブラ食らわないような回収の仕方してますあ赤ブラ読みなんですかねおそらくなるほどなるほど、はい、あただちょっと悩んでますねあそうですね春章でもいいですからね春章でさらなるアドバンテージをか獲得という狙いこの手札の土地は置くんですね、はい 春章が手札で見えています。このまま春章、ブレースもいいですね。フラ、もうマナフラットとは無縁になりそうです。現状春章が殴り続けている、この状況は、まあ、盤面的には強い状況になっていますので。はい、まだ落ち、まじ動、動動くべきではない、ないはず。ちょっとひむとうかなというようなリアクションです、ねいや。ここは、コランの命令フラッシュバックのがいいと思います。はい。それであれば、別にここで打つ必要はない。どうでしょうか。はい、そうですね せめてアイトゥアンアップキープの方がうわっラバマ, <laughs> マンさん見せた、ね、見えましたかはいはい、<laughs> <皮>きたサ <laughs> ックデブにはい、はい、これでおコラガン,ラガン命令2枚目を引いたしかもラバマンを見せてくれたからし,しかもフェッチが起動できる <laughs> そうですねこれ素晴らしいブレインストームじゃないですか 消された上でコラガンの命令で「ハン」デスと「春秋」回収ですかねうおおそうですねはいえっえっとあドローさせたこれだとカウンター引かれた時にポンダーはスタックない打たない打たないこれだとデイズも刺さる形になるはいアンコウにスタックをした方がよくはないか さあこのポンダーからのアンコウが全てを変える形になるのかちょっとまっそのアンコウから勢いよくラバマンサーもプレイしたがるんですがそこはストップがかかるはいで回収、うん、とディスカードと回収ですかねうん12 この無限コラガンモード <laughs> 毎ターンずっと春秋コラガンが春秋コラガン出てきますから、はい、<laughs> そして脇に出てくるクリーチャーは焼きながらとディ、はい、スカートと回収はい春秋コラガン無限循環始まりました、はい、ただあんこはまあ止まってないですよね確かに確かに <laughs> <laughs> これ除去もないのであんこを除去できるカードがないのでうん 面白い <laughs>、はいうん、ただポンダーから本命であるアンコウにたどり着いたのも川北志郎先ほどのポンダーシャッフルが完全に生きた形になります,そうそうす、ね、無駄ドローしてませんからね、うん、もう一枚も土地引けない状況なのでデイズも引きたくないですしただ一枚も土地が引けないというのがどれだけハードルが高いことか マジックをたしなんでる皆さんは分かると思いますがうん,うーんまたポンだスタックで春翔を出した方がよさそうですねこれはグレンハー探された場合第三次に再びここは土地がない状況デルバー呪文貫きブレインストームただ春翔が見えているデルバーを 置いていいのかどうかというその判断何を引くんでしょうデルバーのようにも見えますが割りまあまあそうですねブロックず曲があるので、うん、多分呪文貫きを引いたんじゃないかななるほど貫きであれば春翔のフラッシュバックかなり引っ掛けることができる、はい さあ本日お二人が使用しているデッキすでに神決定戦カバレッジサイトの方で公開がされているかと思いますそちらも合わせて見ていただければと思いますうん有田えおドロードローだと盤面が か木さんがドローが1枚増えただけでそこまで変わんないというしぎれはいうん、うん、このしぎれいによって若干のダメージレースができるようになりましたかねそうですね、はい、あんこの5点としぎれい俊の4点 <laughs> うん,うんもう割り切るしかなさそうですね、うん、クロッククロックで呪文貫きをトップうん,うん <laughs> 難しいこの選択でゲームが決まりますね確かに「死霊出れば」と思って呪文貫きをトップに置くという選択も見えますが 川北志郎の目にはどう映るか現在ジャッジに確認しています、はい、これが最後のブレインストームと言ってもいいです <laughs>、はい、もうこれ,これで決まりますこのブレインストームでこれだけ消耗戦さすがに有田の表情にも疲れが見えるか 実際、趣旨を出さないことで。そうですね。河口さんは、河口<し>さんは呪文貫きをうまく使いようとしたんですけど。うんうん、出さないことで。思惑は外された感はありますね。あ、うん、有田さん。引っかかりにいかなかった。先ほどサイドボード後も。呪文貫き、見えたというところもありますが、はい、ここら辺の感覚はさすがですね。はい、さあここでアンダーグラウンド、支援に向けての。 不毛の大地青青で戦闘フェーズに入ってちょっうん呪文貫うんえっとこれこ体でちまっか殴ってからで稲妻をフラッシュバックつけてはいはいはいで呪文貫きあうん かけかけるしかなかったんです。まあ、これは五点テイクでも良さそうです。うん、もう殴り合いでも勝ちそうです。なる,なるほど、なるほど。テイク。全員。全員。全員。さあ、先ほどからアンコウにやられているそのビジョンが。これは違うんじゃないかな。 さあここからのトップデック次第ですがここから河北四郎はクリーチャー2連打がスタートここはプッシュ出る、はい、<laughs> きますね大袋がただ単純に強いここはひっくり返らず。 アンコウを倒す手段が非常に限られている中で先ほどの勇気のアンコウこのアン,コウによアンコウの出現によってデルバーがとりあえず攻撃が通り続けるような状況になるんですかねあ攻撃もせず助教を引くまで待つアンコウが着地できたので,でこのポンダーは値千金のポンダーですね コラガンのメレ。お<ー>お。再びの再,再び春州循環モード。ーまあ後半になったらこの一対にカードが多いのでこれが欲しいレーベルの強みなんですが、これはコマ引いて。 アップキープを待って良さそうですね、はい、アッププキープ公開してからコラガンの命令おお再び三度のアンコウがとりあえず見えた <laughs> うーむうんー <laughs> 面白すぎますねこの河北の一枚切りのコラガンの命令が再び有田を悩ませます しかも今土地を置いちゃったことでディスカードものが刺さるようになっちゃいましたねうーこれではシャンショーが回収できないそうですねという1枚コラガンのメールだけですから、ね、回収してもディスカードさせられてしまうのが土地この土地を1枚置くかどうかでゲームが決まってしまうのがはい いやー川北城見せますなもはや名前を呼ぶだけで面白いそういった状況です, 2>, 2, 枚す2枚ありましたねあ,ありますあじゃあ全然さあ墓場は潤沢 2> 2即打ち 2>, 2点と回収あんこですかねあんこ <laughs> 再びあんこ それをフラスターしてなるほどなるほど青いカードはフラスターでしたということはアンコウが戻らずはい順番がこのフラスターはもう本当に100点満点ですねうん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 このフラスター持っているんであればここまで遅らせた理由も出てくるこれはこれは間違えなければ 循環モードになりますね。うん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 。ここで瞬消回収。はい。デルバーを倒しながら。うーん。はい。全く解決できなそうですね。うん,うん。 からは瞬章循環モードコラガンは墓地にたっぷりありますさすがに無限の瞬章がさすがに河北も苦笑いしかし河北さんあのポンダーシャッフルが英談でしたねあの後一枚もマナ関連を引いてないので <laughs> それ自体がすごいことですよね、はい さあただもう見えているこの春勝がきついさあ早くも2時間半に突入しましたこの対戦このポンダーはシャッフルでしょうかね多分このトップだと。 勝てないですね何を引けばいいですかねまずはいや、春将をカウンターできるカードですねなるほどなるほどグレンハそうすればまだいい分ですねここまでのプレイでは1枚きりですかねまだ作っているのが今に、はい、ともサイドインしているとしたらまだただデッキに1枚ではありますがうんうんうん そのままドロー、そしてデルバー,ルバーを置いてエンド、はい。あ、苦しそうですね。でエンドにまあ悩まず瞬章フラッシュバックで二点度回収かな。これ何度目かの瞬章の魔導師。春、はい、章コラガンコマンドですね。この動き本当にいいですよね。<laughs> <laughs> アドバンテージの塊ですからね。<laughs> そして。<laughs> 瞬唱が再び戻ってきます、はい、そしてまだコラガンコマンド墓地にありますただ攻めに行ける状態ではないというところもありますね無理やりでも削り切るしかないという判断でしょうね、うん、まあこれは別に通して五点テイクでもまだ七ですよね七、はい、でエンドに コラガンの命令ででが回収できるなるほどもしくはフラスターフラッシュバックもちょっと見てますかねただそれだと状況が結局固定化されて、うん、まあ五点テイクしてワンドローするかっていう話ですね、うん、そのフクロウでワンドローできるのでちょっと見えないですねコラッコマ もう全部打ち切れままかねこれははだだああるるずずですちょっと途中瞬勝でそのまま墓地に置いてる可能性とかはありますかねどうでしょうかいや見えますねありますよねす、はい、うんうんうんはいあここはフラスターでカンターただた状況は変わらず、うん、攻めたいとこなんですけどねアンコウさえどかせれば。 デッキのトップは川北四郎、ヤングパイロマンサーです。来、はい、ましたね。来 <laughs> ましたね。ここはマイナスから入っても良さそう。はい。はい、もう手札がない。あ、プラ,プラス。プラス。はい、なるほど、なるほど。まあ、複数回使いたいという、はい、ところでしょうかね。 今度こそマイナスではない。あ、切断切断,切断引きましたね、ついに切断 <laughs> はいさあデッキの中でも1枚でアンコウをほふるカードここでトップデックもうい4枚追放、はいはい、先ほど見えた形だと残りの有田の手札2枚ともフェッチランドとなっています、はい 考えてますねまだ相手の春霜の可能性を考えるとっていう話ですねあくまで冷静ここで手が止まるということはやはりいろいろなカードをケアしなければいけないと、はい、可能性を考えてますね、うん、殴りましたはい春霜でも問題ないという判断でしょうねそ,でそしてでここはマイナスしても良さそうです、ね、今度こそ、うん、稲妻されてももう十分アドバンテージ取ってます 墓地にあるのが、しぎれいのシャーマンですかね。あと、確か、しゅんしゅん、もう一体。しゅんしゅん、もう一体。はい、いないですか。はい、いない、しぎれい。はい。はい、ただ、これでも十分。ついに、神が。<laughs> うーん、投了。これにて。ついに。過去、破れたことがない川北志郎、河北しろ。 神,神の座を追われ、はい、そして新たな神が生まれました狩田光一郎見事に神にすべてのレガシープレイヤーがこの日を待っていたかそれとも待っていなかったかただマジックの神がはい 有田選手に微笑みました。